クエストクリアをみんなでお祝いしましょう。クリアおめでとう。いっぱい用意したからどんどん食べて飲んでね。みんなお祝いに駆けつけてきてるんだから、今日は寝落ちするまでパーティーよ。やっぱね、みんな飲み物は持った？よし、それじゃあ SBC フリューゲルの最終クエストクリアを祝って乾杯！乾杯！どうしましょう。ナイスファイト。あなたの最後の選択は正しかったと思うわ。おめでとう。長いクエストだったけど、とうとうクリアできたね。本当、鍵を集めるのも大変だったよね。でもみんなで頑張れたのは楽しかったな。そうそう、フィールドボスも強くって倒しがいがあったよね。またやりたいな。うんうん、まだまだ探索してないフィールドや地下遺跡もあるし、またみんなで行こうよ。もういつもサポートする側の身になってよ。強い敵や面白そうなものを見つけるとすぐに突っ走るんだから。わかってるって。おめでとう。お姉さんがいっぱい褒めてあげるよ。あれよかったね。君たちと一緒に達成できたこと、僕絶対に忘れないよ。私も今日のことはしっかりメモリに記録しています。キリトやあなたたちと過ごす時間はとても楽しい。あ、お伝えすることがあります。セブンがおめでとうと言っていました。研究に余裕ができたら GGO に来たいそうです。本当？セブンも GGO で遊べるなら嬉しいな。あなたがいればこれからもきっといろんな楽しいことがあるよ。はい、私もそう思います。ねえねえ、報酬はどうだった？面白いスキルが手に入ったんでしょ？わあ、これでますます強くなりますね。おめでとうございます。面白いスキル？その情報はいくらで売るかい？おっと、商談の前におめでとうだな。さあ、今日はみんなたっぷり楽しんでいってね。おーい、俺様も駆けつけてきてやったぜ。どうだ、嬉しいだろう。水くせえな。俺様とお前さんの仲じゃないか。それにしてもお前さんが一番にクリアするとは思わなかったぜ。初心者だったお前さんが今じゃ GGO1 だもんな。いや、すげえと思うぜ。おめでとう。ああ、大したもんだ。ちょいと悔しいが、男なら潔く認めないといけねえ。私のマスターが一番なのです。町中クエストクリアの話で持ちきりだ。お前のランキング1位も有名じゃないぜ。ランキングだけじゃない、実力もトップだよ。あ、いいこと思いついた。僕と手合わせしよう。レアス、それはいいな。ハイパーセンスをぜひお姉さんにも見せてくれ。ついでに詳しい特徴を教えてくれればなお嬉しいな。ダメだよ、スキルの情報を漏らしちゃ。 GGO に一つしかないお宝なんだから大事にしないと。みんなから大絶賛じゃない。あんたもこれで名実ともにトッププレイヤー入りか。なんか先越されちゃったわね。すごい人たちね。みんな心から喜んでいるみたい。あなた、私のマスターもあなたに引っかかりました。否定はしないけど、まさかソロを辞めてスコードロンに入るとは思わなかったわ。ちょっと尺だけど悪くはない気分よ。それに私一人ではあのクエストはきっと達成できなかったもの。俺も同感だな。ソロはソロで楽しいけど、こういう達成感は仲間がいてこそだと思う。アバシスもお母さんに会えたし、いっぱい報酬ももらえたし、
今日は最高だな。マスター、お話ししてばかりですが、食事はしていますか？何か食べ物を取ってきますよ。マスターが笑顔ならそれが一番です。でもさっき元気がない人を見かけました。ちょっと気になります。そういえばいつでもどこでも空気を読まずにベラベラ喋る腹黒男がいないわね。さっき外に出て行ったんだけどまだ戻ってないのかしら。外に何か用事が？もしかしたら少し気まずいのかもしれないわね。最後にあなたと真逆の判断をしていたから。あいつデリカシーはないくせにデリケートだから。気が向いたら声でもかけてあげて。今日はせっかくのお祝いなんだから。 Yeah, you're right.祝いの席でしけた面してんな。なんでバサルト君がいるんだい？君はスコードロンには入ってないだろう。何言ってんだ。こんなでかい打ち上げ、知り合いはみんな来ているぜ。早速今日の主役に挨拶と行きたいところだが、まずはスコードロンの仲間たちが優先だからな。リツキ、お前さんは行かなくていいのか？ああ、後でゆっくり話すよ。あら、珍しい組み合わせね。よ、セリスカ、 SBC フリューゲル最速クリアスコードロンおめでとう。でもよ、これで無冠の女王ではなくなっちまったな。名前を刻んだのは私ではないわ。でもこだわりを捨てても後悔がないくらい楽しい攻略だったわ。いつき、あなたも拗ねてないでお祝いしに行ったら？は？どうしてそんな言葉が出てくるのか。最近のあなたはとても楽しそうだわ。GGO を始めた頃みたいに。ああ、俺様もそう思うぜ。よっぽど SBC フリューゲル攻略が面白かったんだな。最悪な気分なので失礼するよ。どうしたんだあいつ。自分のおもちゃを取られて怒ってる子供みたいね。まあいいんじゃねえか。人形みたいな面より今の仏頂面の方が100倍マシだぜ。クレハもお疲れ。お疲れ様。とっても楽しかったわ。お疲れクレハ。みんなもお疲れ様。キリトさんたちがいなければ最速攻略は無理だったわ。それはこちらも同じだよ。一番の活躍をしたのはリーダーだしな。リード？ あいつのことですね。会った時は初心者だったのにね。攻略の中でもどんどん成長して追い抜かれちゃったわ。 VR ゲームが初めてなんて信じられないな。すごい素質だよ。どうか狙撃で負けるつもりはないけれど、1対1の戦いになったら厳しいかも。 UFG で一気に距離を詰めてくるからな。あれは手強いよ。すごい高評価ですね。あいつにはもったいなさすぎますよ。そうかな。なんというか戦闘力だけじゃないと思うの、あの人の力って。例えば SBC フリューゲルのラストバトルでもそうなんだけど、大事な時に自分で決断して行動するでしょ。そういう人って信頼できるし自然に頼りにされるから、だからみんなリーダーとして認めているんだと思うの。そうね、あいつみんなに認められているんだものね。普段はぼーっとしているけどな。言われてみれば少しキリトに似ているかもね。まさかぼーっとしている方だけじゃないよな。そう、
どうかしらね。げっ、アスナまで勘弁してくれよ。どうしたんだい？主役が抜け出しちゃダメだろ。まあいいさ。想像しいところが苦手な気持ちはわからなくもない。意外かい？僕は集団戦は得意だけど、集団に加わるのは苦手だよ。そうだな。人の輪から外れたここみたいな場所がちょうどいい。なんてね。そういう設定も受けがいいと思わないかい？それもまたよしかな。そうそう、大事なことを言い忘れていた。クエストクリアおめでとう。まさかあそこが分岐点だとは思わなかったよ。あえて困難な道を選ぶのが正解だったとはね。今思い返せばよくある話だけどさ、僕はやっぱり OS の再インストールを選ぶだろうな。そしてトゥルーエンドには至らない。やはり僕には英雄になる素質はないのか。うん、だから僕は君に負けたんだろう。あ、いや、誤解しないでくれ。同時に大変不愉快な気分でもある。まあ、君のせいじゃない。出会った当初から気が合わない誰かさんのせいなんだけどね。ただ僕が彼女の指摘を不愉快に感じたということは図星なんだろうな。それでついいろいろなことを考えていたんだよ。この世界の基礎 VR 空間を生み出した茅場明彦なる人物についてさ、通信、教育、医療、軍事、いくらでも有益な利用方法はあるのに、いや、彼の技術は金儲けどころか世界に革命すら起こせるよ。手始めに娯楽から入るのは分からなくもない。人々に受け入れられやすいからね。だけど彼にとってゲームは手段ではない。ソードアートオンラインというデスゲームを作り、君はどう思う？奇妙だとは思わないか？君らしい答えだね。一般的に見えて不思議と退屈だとは思わない。おそらくそれは君が自分で考え、誰かから聞いた言葉、どこかで読んだ言葉ではない。そんな気がする。カヤバが何を求めていたか真実は分からない。でも僕は VR 空間に初めてダイブした時感じたんだ。不安、期待、うまく言語化できないんだけど、退屈なんかどこかに吹き飛んでしまった。だけど VR 空間がゲームだと分かるにつれ、次第にその感覚は消えてしまった。刺激的ではあるけれど、クエストや攻略の本質はビデオゲームとあまり変わらない。カヤバはデスゲームにしてまでずっとあの感覚を追い続けたということなんだろうか。そう考えた時に少しだけ彼の気持ちが分かったよ。その時僕がソードアートオンラインに入る術はなかったのだから、結局はただの想像だけどね。しかし今は違う。君といると僕はあの時の感覚が蘇る。退屈しきったはずのクエストでも楽しさが違うんだ。なんでだろうね。
なんでだろうね。長話は僕の悪い癖だね。ごめん。結局言いたいのはちょっとした事実だけなんだ。君は僕にとって特別な存在だということさ。そんな君が今日英雄になった。 GGO の世界においても君は特別な存在になったんだ。僕は君の特別な存在になれるだろうか、なんてね。いつもの冗談だよ。驚いたかい？あ、これは、そうか。VR 空間では感情を隠せないんだっけ？まいったな。正直、あまり認めたくはないんだけどさ、僕は本当の仲間が欲しかったんだ。たった一人でいい、共に並んで歩める絶対に裏切らない仲間を。君は常に僕ができない考え方をする。僕の考えに汚染されない、僕の誘導に引っかからない。僕の醜さを知っていても仲間だと言ってくれる。だから君のリアルの名前すら知らないけど、過ごした時間もわずかだけど、僕は君となら。そうか、僕はクレハやツェリスカ、そしてキリトたちと同じだって言ってくれるんだね。うん、そうだね。君は AI すら心から仲間として認めている。誰にだってそうなんだ。誰にでも優しい、誰でも助けようと手を差し伸べる。だから君が僕のそばにいてくれたのも全く特別なことじゃない。ゆえに君が僕だけを選ぶことはありえない。君はいつまで君であり続けられるのかな。楽しい時間は永遠には続かないんだ。君の大事な仲間とだっていつか別れの時は来る。しかも残念なことに、それが美しい思い出になるとは限らない。人はね、笑顔を浮かべながら裏切り奪える生き物なんだ。現実も仮想もそれは変わらない。変わらないんだ。そうか、やっぱり君は見たことがないんだね、本当の世界を。君の眼前に広がる世界は暖かいんだろう。キラキラと輝いて笑顔に満ち溢れているのだろうね。でも僕の目に映る世界は違うんだ。僕だ、開始してくれ。これがリアルさ。笑顔やぬくもりなどどこにも存在しない、うつろな世界の中で僕は生きている。願いは届かず、思いは裏切られる。それが現実なんだ。僕はもうそれを寂しいと思う気持ちすら失っていたんだよ。そしてここで君と出会えた。ただのゲーム仲間でいられればよかったんだけどね。もう耐えられないんだ。君を手に入れるためなら僕は魔王にでもなってみせる。
forcing logout. I mean, logout. Wait, what? Are you fucking kidding me? Wait, what? おかえりなさいマスター。昨日は突然真っ暗になってびっくりしました。マスターが無事戻ってきてくれてよかったです。もう昨日のサーバーダウンって何だったの？すぐに復旧しないし。今頃ザスカーには苦情のメールが殺到しているだろうね。そうね、きっと担当の方は大変でしょうね。せっかくの打ち上げだったのに残念だったわね。どうしたの？僕の顔に何かついているかい？そんなまじまじと見られると照れるな。なんてね。それ don't worry about it。マスター、今日は何をしますか？お買い物でも狩りでもサポートします。今日は特に急ぎの用事はないし。あんたのやりたいクエストに付き合ってもいいわよ。私も参加したいわ。僕も一緒に行こう。ということです。マスター、自由に決めてください。Wait. What now? Theodore?頑張ろうぜ。もっとやれますよ。期待して。Wait, there's something wrong. What happened back there? I mean, it got me scared, you know, when I got logged out. Yeah. 調子はどう？相変わらずラッキーなようだね。こんにちは、ナノです。シュピーゲル。It's like some troll, maybe? こんにちは。SBC フリューゲルの攻略は進んでいるんだろうね。強いプレイヤーと一緒なら何かと楽だろう。UFG 以上のレア武器は見つかったかい？シュピーゲル、なんか妙にマスターに詳しいですね。ファンなのですか？ファンね。僕が最近いいなと思ってるプレイヤーならいるけど、知っているかい？デスガン。ただ運が良かったり、うまく流行に乗れたからって意気がってる奴らに制裁を加えているんだ。もっと暴れてくれればいいのに。あれこそが本当の強者だよ。そう思わないかい？I don't know. I haven't fought the guy yet. それさ、デスガンを前にしても言えるの？やっぱり君もシノンを惑わす連中の仲間みたいだね。気をつけた方がいいよ。デスガンは君みたいな運がいいだけのやつは大嫌いだろうからさ。Well, actually, you are Death Gun.you